とんでもない規模の何かが近づいてきている。こんにちは。米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。昨日は CPI ライブで今朝は FOMC ライブを実施しましたが、これらをトータルで詳細分析してみると何かとんでもないおかしなことが起きていることに気がつきました。今回は CPI と FOMC に焦点を当てつつ、基軸通貨ドル、米ドルの価値について取り上げます。 米ドルが異様におかしくなってきてきいます。これは意図的ではないにしろ FRB が一瞬の快楽のために自ら招いたことで基軸通貨としての機能が加速度的に低下しているだけではありません FOMC では、まあ、ついに今年後半にリセッションが来るということについて FRB が認めましたでも多くの方は次にバブル崩壊した時はまた量的緩和をすればいいじゃないかそしたらまたすぐに復活するんでしょう ここまで大量にお金を吸ってきたんだ。次回も大丈夫だろう。と、軽々しく短絡的に考えるのと同じように、FRB も政権維持のために、また自らの保身のために、同じことを何度も繰り返してきましたし、これからも実行することでしょう。その結果、今のドルの価値はどうなっていますでしょうかこれはイギリスのポンドが基軸通貨だった時代も、その末期も同様の現象が起きていました。パンがなければケーキを食べればいいじゃないか。 お金がなければすればいいじゃないか。人類は何度同じ過ちを繰り返せば気が済むのでしょうか。今回の動画はそんなファンタジーとフィクションに満ち溢れた物語です。本日の物語は <laughs>、3月のインフレは5%に落ち着いたという本日の記事から入っていきたいと思います。まずはおさらいですね。 昨日の4月12日、CPI の速報ライブをやりました。日本一早く速報を出して分析しましたが、3月の CPI が発表されました。まあ、この中で、この名目 CPI に関しては、前月比0.2%の予想に対して0.1%、前年度月比名目に関して5.2%の予想に対して5.0%の上昇と、ここまで下がりました。名目ではなくてコアに関しては、 まあ、ほぼほぼ予想通りですね、前月比と前年同月比0.4%と5.6%、を全く予想とドンピシャで落ち着いてきました予想よりも上がらなかったとして、大変良かったと安堵されている方も多いのではないでしょうか確かにこの記事でも、まあ、同じように、ほぼ2年間で最低レベルまで低下したと書かれています。 これまで高騰していた物価だけを見てみると、沈静化してきたということは確かに喜ぶべきことですが、この物価と他のデータを重ね合わせたとき、果たしてこれは本当に喜ぶべきだったことなんでしょうか実際昨日の株価はどうなったか,のかを見てみてください。最初は上がりましたけど、その後一気に崩壊してきましたね。米国のインフレ率は緩和され、ほぼ2年ぶりの低水準に達しましたが、 まだまだ物価上昇圧力が強いため FRB は5月の FOMC でもう一度利上げを実行する可能性が高くなっています。まあ、これニックさんの記事でこのように書かれていますがこれから出てくる指数に異常値がない限りは5月3日の FOMC で25ベースポイントの確率今こう66%になってますね。 ま、このように見積もられています。CPI が発表される前は25ベーシスポイントの確率というのは72.9%で、まあ、70%以上でしたが、好調な CPI が発表された後でも66%にしか下がっていないということは、もう25ベーシスポイントと思っていた方が無難かもしれません。えー、BLS の、まあ、シェルターのところを見たとしても、それでもまだまだインフレ率が高い理由としては、食料品が前月比はもうほぼほぼゼロだったんですけども、 前年同月比でまだ8.5%も高かったり、何よりもシェルターがここ、これ賃貸ですけども、前月比で0.6%、前年同月比で8.2%もあるんですね。この8.2%という数字だけを見ると、まあ他の食料品とそんな変わんないじゃないかと思うかもしれませんが、このシェルター、これ賃貸なんですけども、これとんでもないウェイトがかけられてるんですね。これ40%。他の数字見てください。他の数字見てみてください。全然ですよね。 ここの41.4%、こんなに賃貸にウェイトがかけられているんです。つまり、えー、まあ、レバレッジがかけられているんですね、えー。ここまで高いウェイトがかけられているので、このシェルターの上昇を、まあ、甘く見積もっちゃいけないんですね。甘く見ちゃいけないですね。まだ CPI を高止めさせることになると思います。ただ、このシェルター <laughs>。 昨日の CPI の速報ライブでも言ったように、これ遅効指数ですので、他の先行指数の賃貸を見てみると、もうすでに下落してるんですね。ですので、この CPI の賃貸というのは遅効指数で、もう少ししたら、あと数ヶ月したら下落すると私は確信していますので、そのうちあと数ヶ月ぐらいしたら CPI も下落することに、えー、大きく下落することになるとライブの中で申し上げました。まあ、ということもあって、 えー、ゴールドマン・サックスの投資レポートですが <laughs> これを見ると専門家も2023年は名目で3.9%コアは3.7%にまで下落するということを見越していることがわかります皆さん遅かれ早かれこの CPI はどこかで反発するかもしれないけどいずれ下落することになるし下落することはいいことだと考えられていると思いますただ ただこの CPI が下落するということは当たり前ですが需要が低下するということを言っていますこの米国の需要が低下するということはもう少し言うと基軸通貨を持っている国の経済の需要が低下するということはどういうことなんでしょうか普通の国の需要が低下するということは次元が全然違うんですねこの需要が低下するということはどういうことなんでしょうか今世界経済で何かとんでもないおかしなことが起きています この、ここにも書いてあるように、まだ物価が上昇しているというのに、労働市場の過熱感は少しずつ冷却されてきました。雇用と賃金の上昇率も下落し始め、そしてリストラも目立ち始めています。レオフ。で、歴史上最も高かった求人数、ジョブオープニング。これも、まあこれ、リストラがあったとしても求人数が高かったので、これまで。 まあつまりクビになったとしても次の就職先簡単に見つけられていた環境もあったんですねただそれもこの頼みの繋がった求人数も今下落し始めているんです、まあ、今急激に下落し始めてますよね、えー、これ赤が求人数ですけどもずっと下落してるんですねまあ確かに今まで全然高かったんですけどねこれらの数値は このチャンネルの動画で全てデータでお見せして解説していましたので、今はそんなに厳しくは、あの、細かくは解説しませんが、このように言いたいのは、賃金が下落し、雇用者数も下落し、求人数も下落している状況。この状況で需要が落ちるのも当然のことです。需要が落ちれば CPI も下落するんです。ただ、ただこの賃金はインフレも上昇しているので、 これ本来だったらどうなってるんでしょうかインフレ分を引かないといけないですよね。インフレ分を引いた賃金どうなってるんでしょうかそれがこれです。 これは賃金上昇率からインフレ分を差っ引いた時の賃金、実賃金がどうなっているかを示したチャートです。これ見ると2020年からひたすらずっとマイナスなんですね。賃金からインフレを差っ引いた実賃金はひたすら前年同月比で下落し続けているということがわかります。この記録なんと24ヶ月も連続で記録してるんでずっと下落してるんですね。 ここで問題の本質は2つあることがわかりますインフレ以上に賃金が上昇していないつまり世界トップの米国が発展途上国のように安い賃金で働かされていてそれが24ヶ月連続で下落し続けている今のはちょっと誇張しましたがまあ簡単に言うと需要が下落していることを示していますもちろんインフレの低下につながりますただ問題はインフレではありません 問題は、基軸通貨を持った国の労働者の賃金がひたすら下落しているということで、これは世界経済に波及していくことになります。この基軸通貨ドルは今どうなってるんでしょうかこのチャートはドルインデックスを表しています。通常ドルの価値を知るときは、ドル円で見たりするときも多いと思いますが、 これだと円に対してドルがどう動いているのかしかわかりません。これに対してこのドルインデックスというのは複数の主要通貨に対してドルがどう動いているのかを示す指数です。このドルインデックスを見てみると最近はひたすら下落していることがし続けていることがわかります。そしてこれから利下げがあるということを考えると今の下落が可愛いと思えるほど尋常じゃない速度で下落することになります。 この尋常じゃない速度での下落が起きればみんな目を覚ますことになると思います。あれ今まで欲しかったドルってこんなに必要なんだっけこんな基軸通貨を持ってれば持ってるだけ価値が下落するじゃん。特に今のサポートラインである101ポイントを下回れば一気に恐ろしい速度で下落することになります。これは FRB にとっても恐ろしい事態となります。だって FRB は世界中のお友達から この基軸通貨ドルを欲しがってくれるから金融緩和を実行すればお金を吸っても需要があるし金融引き締めを実行すれば狙い通りに需要を絞ることができるだから基軸通貨は強くないといけないんです強くあるべきなんです需要がないといけないんですドルというのはそういうもんなんですねこれをコントロールできるのが FRB だと皆さん思っているかもしれませんが果たしてそうでしょうか一般的に 米国で金融引き締めで利上げをすれば金利は、まあ、お金というのは低いところから高いところに流れるので、まあ、ドルの価値は上がる。逆に利下げをすればドルの価値は下がる。このように FRB の政策次第でドルの価値は変わると皆さん思っているかもしれませんが、このチャートを見てみてください。このチャートは青が先ほどのドルの価値でドルインデックスを左軸。 赤が FRB の政策金利で右軸で表示しています。これを見てみると必ずしもそうでないということがわかります。例えば赤の政策金利を低下させているとき、ドルは下落しないといけない。青のドルは下落しないといけないんですけど、最後にこれまでの下落を吹っ飛ばすかのような上昇が一気に発生してしまう。これ2020年もそうだったんですね。金利を下げてたのに、まあ途中までは下がってましたが、 ドルインデックス一気に上昇しました今までの下げの倍以上上昇しましたこれどういうことなんでしょうか普通は利上げしたらドルインデックス上がるし利下げしたらドルインデックス下がるんですでもそうならない時がある何かがおかしくなった時にこれが起きるんですこれが問題です なぜ利上げしているのにドルインデックスは下がるんでしょうか利下げしているのにドルインデックスは上がるんでしょうかこの問題の原因を知るため、ここで CPI とドルインデックスを見ていきたいと思います。これは青が先ほどのドルインデックスで赤が CPI、物価指数を右軸で表しています。 この2008年のこのチャート見てみると、青のドルインデックスがリセッションに向けて下落していることがわかります。まさに今の状態と同じですね。今もドルインデックス下落してるんですね。2008年のリーマンショックに向けて、ドルがどんどん弱くなっていきます。そしてこの時インフレは上昇していきますが、まあ最初はね、下落してたんですけど、上昇していきますが、どこかで大きな需要の低下が起きて、CPI は一気に崩壊してきました。 今はどうでしょうか先ほど申し上げたように、金利の上昇とともに、ドルインデックスは途中まで上昇していましたが、今はドルは下落しています。これと同時にインフレも今は下落していっている途中です。これを理解するためには、世界経済の中で、この基軸通貨としてのドルの立ち位置を考えないといけません。世界経済が成長するとき、つまり世界で多くの需要が発生するとき、基軸通貨のドルはどうなるんでしょうか そうです。多くの貿易がやり取りされることで、基軸通貨ドルは必要とされ、需要も上がるので価値は上がります。そういうことです。つまりその逆もしかりで、基軸通貨ドルが急激に下がるということは、世界経済が 急激に減速するときなんです。こっちの影響の方が断然大きいんですね。確かに皆さんが思うように、お金というのは金利が低いところから高いところに流れるので、FRB が利上げをすれば、ドルは上昇するということは一般常識です。小学生の教科書にも書いてます。だからこそ、ドルインデックス、利上げしていたときという、まあ去年までは、ここ、まあドルインデックスも上昇してましたね。利上げをすれば、赤の金利が上がっていけば、青の ドルインデックスも上昇すするんですこれがあるべき正しい姿なんですこれが教科書に載ってるはずですね小学校の教室教科書で一番最初の学ぶやつですでも異常事態が起きるとこの関係は崩れますつまりここ最近で急激に世界経済において世界同時リセッションの可能性が高くなるとドルの価値は下落していくんですだからこの チャートのように今は利上げしているにもかかわらずあこっちですねえっ、ー、とこっちですね今はど、えー、とこっちかこっちかこっちですね今利上げしているにもかかわらず、えー、今利上げしているにもかかわらず世界経済がこれから悪化する兆候としてドルがもうすでに下落し始めているんですそれはこのチャートにも表れていますこれは <laughs> すみませんこれは青が先ほどと同様にドルインデックスで左軸赤が原油価格で右軸で表していますこれを見ると水色の線までは基本的に鏡のように動いています一方が上昇すればもう一方は下落していく赤が下落すれば青は上昇する赤上昇の青下落毎回同じように動いていってるのが分かりますでしょうかでもここ最近でこの水色の線からこっち側一気に流れが変わりました 原油価格も下落しているし、あ、ごめんなさい。変な話しましたね。はい。えー、原油価格も下落しているし、ドルインデックスも下落している。もっと言うと、先ほども申し上げたように、求人数も下落している。賃金も下落している。ここじゃないですけど、実賃金も下落している。雇用者数の上昇率も減少している。CPI なんか、つまり需要も減少している。 全てが減少するということは、ドルが弱くなっているという次元なんかではなく、何かが近づいてきているんです。そう、とんでもない規模の世界経済の崩壊。世界中の需要が、世界中の需要が同時に一気に崩壊する。 その時が近づいてきているんです。皆さんはこの時に対してどうリスクヘッジをしますでしょうか皆さんの考えをご教授いただけるとコメント欄にて記載いただけると嬉しいです。まあ、ここまでは、えー、まあちょっとこれからのおかなり大きな何かが近づいてきているという話でしたが、まあ、それを終われば、その信用危機が去った後こそ本当の会話だと考えています。 そのタイミングで長期用にレバランスを追加購入するでもいいと思いますが短期及び少額で CFD 取引2倍のレバレッジをかけた、まあ、勝負するのもありだと思います通常 CFD は追いのリスクがありますが損切りラインを設定することで追い症を食らわない方法もありますそれはノックアウトオプションというやり方で まあノックアウトオプションできるところってなかなかないんですけどここのフォレックス・ドット・コムさんではそれができます高いリターンを狙うということは高いリスクを負うというのが CFD ですがここで損切りラインを設定できるのがこのフォレックス・ドット・コムさんです今回タイアップキャンペーンとしてフォレックス・ドット・コムさんの口座開設および1000円以上の CFD もしくは1000円以上のノックアウトオプションを していただければ、この1000円から返していきますので、口座開設して1000円の取引して、まあ買ってすぐ売ってもいいですけど、まあそれをやれば、レバナス1本リーマンの特別動画を、ここでしか見れない特別動画をプレゼントいたします。この特別動画は皆さんの投資人生において知っておかなければいけないことについて解説させていただきます。えー <laughs> 締め切りは5月12日までとなっていますが、まあ、気になる方はぜひ概要欄のリンクから申し込みいただければと思います。もう一つ今回解説したようなこういうようなニュースは、ムームー証券で見ることができます。このムームー証券、海外ニュースが見れる証券講座ということで、まあ、1900万人もの人が使っている巨大なプラットフォームです。楽天よりも大きい、SBI よりも大きい、まあ、その2つ足して合わせた以上の規模の このグローバルで使われているムームー証券。ここを言うところで、えーまあ、テクニカルも非常に充実してますし、ファンダメンタルズのニュースとかもいろいろ見えますので、まあ、今回解説したニュースもこのムームー証券で速報、えー、が届きました。 ここも投資ツールとして非常に強力な武器となりますので、ぜひ参考までに講座解説してみてはいかがでしょうか。もう一つはユニコーン投資ということで、ここにも書いてありますが、世界の有名なユニコーン企業に投資できるファンド、非常 j c o m というので、まあここも、えー、こう例えばメタとかウーバーとかですね、まあこういうようなあ、まああとは大人気のパランティア、上場前はユニコーン企業と呼ばれたこういう企業、多くの機関投資家が上場前に投資していました。それらの株価が 上場後に爆上げしたというのは言うまでもありませんが、このようなインコン投資をしたいという方は非常ドッ .com というのがあります。もちろんここにすぐに資金を投入しなくても無料の会員登録さえすればどんなところか見ることができます。もちろん、 もちろん、レバナスでも3倍レバでもリターンを狙うということは高いリスクを許容することですので、あくまでも余剰資金の中でサテライト的な感覚で検討してみてはいかがでしょうか。今回の内容は以上となります。動画の内容が良ければ高評価いただけると嬉しいです。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。終わります。